スポーツ文化育成総合ニュースサイトザアンサーはパリ五輪期間中「新オリンピックの見方」と題した特集を連日展開これまでの五輪で好評だった「オリンピックの見方」をスケールアップさせ4年に一度のスポーツの祭典だから五輪を見る人ももっと楽しみもっと学べる新たな見方をさまざまな角度から伝えていく社会の縮図 とも言われるスポーツの魅力や価値の理解が世の中に広がり、スポーツの未来がより明るくなることを願って、大会期間中、各競技のスペシャリストによる試合解説を随時展開する。今回は男子バレーボール1次リーグ C 組が2日に行われ、世界ランク3位の日本が同5位米国に16から25、18対25、25から18、 19から25で敗れグループ1勝2敗となったが準々決勝進出は確定この試合を元日本代表主将加藤陽一氏が分析する立ち上がりから主導権を握られた要因に米国の石川つぶしを指摘それでも石川勇気を下げた監督の決断と第3セットの内容を評価した米国の石川つぶし が見事にはまりました石川選手は序盤から徹底的に狙われていましたサーブレシーブが乱れて攻撃の選択の幅が狭くなったところをブロックで狙われるそういう展開で差を広げられました第2セットまで相手に好き放題にやられた感じでした相手は日本を研究していましたね石川選手に関しては日本代表だけでなくミラノの試合も分析していたはず その中で彼の代表での役回り、キャプテンシーまで考えて石川潰し、押したのです。石川を潰せば日本も潰れるというように石川選手を狙われて日本はリズムを失いました。あのままの状態が続けばストレート負けしていたでしょう。そこでブラン監督は第3セットの頭から石川選手を外します。これが成功しました。 キャプテンですしかし、ブラン監督は素早く動いた。この決断力、行動力は見事でした。米国は潰す相手がいなくなって、次の手を打つまで時間がかかった。そこを突いたのが第3セットの日本でした。聞いたのは緩急をつけたサーブ。強さだけでなく、しっかりコースを狙っていました。 狙いはラッセル選手の前、スパイクに助走が必要なタイプの選手ですから前にサーブを打って取らせればスパイクを打てなくなる相手の攻撃の幅を狭くしブロックのターゲットが絞りやすくなるこれがハマって先行することができました